はいえー、今回見せていただいてますピアノが、えー、っと、メルヘンやったかなあ,あ、エンペラーですね。あのー、実はね、これ、ワイ楽器さんの設計で、えー、エンペラーとね、メルヘンとね、ワイのブランド以外に作ってあるんで、ちょっと、えー、間違えましたけども、MY の 707E というね、えー、タイプになります。ピアノの方が34歳ということですので、まだ弦は、えー、交換はいらないのかなという感じですね。 でちょっとねペダルを踏みながらこう鍵盤をね上げるとこのファーノートですねちょっと戻りが遅いとかねそういうのがねちょっと何箇所かこの C と、ね、かね何箇所かねありましたですね、えー、なので、えー、こういう、まあ、鍵盤スティックキースティックとか言うんですけどスティックっていうのが動き悪いのをねスティックっていうんですけどそういうのがちょっとありますねえー、っとハンマーは大丈夫そうですけどね で、部品交換は必要なさそうなんですけども、あ、部品交換でね、必要なのはここですね。あの、ここがね、ちょっと触るとモケモケとなるんですね。これ多分ね、このタイプの特徴なんですけども、鹿側から合皮になったとこで、えー、ちょっとこの辺ね、こう、ホコリみたいについてるのは、実はこれ、この合皮の、がめくれたというかね、あのー、これちょっと引か貼るともうモケモケになっちゃって、これ鍵盤を押さえると、 ハンマーがこうは、はね返ってくるのをこう、ここでキャッチするんですけど、そのキャッチするときのこの革が、えー、もうちょっとね、あのー、劣化するタイプのものですね。この奥のも同じ革を使ってますので、このキャッチャースキンとバットスキンっていうのは、えー、まあ、交換しといた方がいいのかなという感じですね。それぐらいで、えー、ピアノのポテンシャルすごい高そうですのでね、えー、これは私は、 えー、使わずに置いとくのはもったいないなという感じはしておりますねはいちょっとしたね調整とこのバットスキンキャッチャースキンの交換がいるかなというふうな感じになっておりますそれ以外はねこのここもよくねパリッとなるんですけどこれは今しっかりしてますしね、えー、こういうね鍵盤の横揺れとかもそんなにないですし大丈夫ですね はい、状態は、あの、調律の年数はちょっと空いてるみたいですけど、その割には状態はいいんじゃないかなと思っておりますね。では、外装の方も、えー、取り付けてチェックしてみたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました、えー。このようにね、譜面台が上につくタイプで、これグランドピアノと同じように、えー、蓋が開くタイプですね。えー、足は、こういう風に猫足になってて美しいですね。 ペダルの周りにもこういう飾りがついておりますしペダルもちょっと錆びておりますのでね、えー、この辺もうちの中古ピアノのメニューできっちり、えー、磨かしてもらったら、えー、この辺もね綺麗になって豪華なピアノになるんじゃないかなと思いますねあとこのね、えー、キャスターの受け皿がプラスチックのものになっておりますけどもこれはねちょっと大きい地震が来た時には えー、外れて、えー、暴走するということがありますので、えー、このピアノを運ぶ動かす機械でしたらねゴムの、えー、耐震性のある、えー、お皿に交換するのもいいのかなと思いますね椅子の方はまだこのまま使えそうですのであ猫足の椅子になってますのでねこのまま使われたらいいのかなと思いますね、はい、ではいろいろとご提案させていただこうと思います